こんにちは、コウジです。以前にですね、動画でこの今新しい機械にしたんですが、この前に使っていたモデルね、 SCF2000 は年間の修理代がね10万円前後で済んでいたので、保守契約の20万円ってちょっと微妙な金額ですよねっていう動画を上げたことがあるんですが、今回ねこの SCF2250 を今どんだけだ、まだ3ヶ月経っていないのかな、5月の末に入ったから2ヶ月ちょい使った感じで思ったんですけれども、この機械ね保守契約絶対必要です。で、幸いねこのモデル保守5年付きモデルっていうやつが、40万アップで出てるのかな、そのモデルにすると保守契約ものすごくお得なのでね、その保守5年付きモデルっていうやつが絶対におすすめです。で、その理由をね今からやっていこうと思います。今ねこれ2ヶ月ぐらいしか使っていないんだけど、この白のねノズルチェックをしたこのガタガタな状態で、これでまあインクは出てるからまあ一家で使っていたんですが、このね細かい文字の注文をもらって見ていただいたら分かりますかね、文字の縁がねなんかガタガタボヤボヤになっちゃってる、細かい飛沫が飛んでる感じね。で、これがおそらくねこのノズルのこのチェックした時のこのガタガタが原因じゃないかなということで、これがねここみたいにねここみたいにまっすぐになるようにね何度もクリーニングをしたんですよ。小クリーニング10回ぐらい、中クリーニングでも5、6回以上で、昨日はねさすがにインクを食うから控えていた、強クリーニングねを1回して、でそれでもダメだったので小クリーニングで1回ね最後に仕上げをしたんだけど、やっぱりこの状態、でこの状態だとやっぱりねこういった細かい文字がねプリントできないっていうことになってくるので、これは困ったっていうので、今エプソンさんにねこれ修理対応なのかどうか確認しています。これが仕様だって言われたらねもうおしまいなんだけど、それはないと思う、で、どういった感じで対応してもらえて、でどういった感じで修理後、プリントされるのかを確認してみたいと思います。修理を依頼したらねもう完璧に治りました。で、修理って言ってもねヘッドを掃除しただけです。手動でね、その修理担当の方が、手動でヘッドの表面ね表面を掃除しただけで、そのヘッドの表面の掃除は普通の人にはお勧めできないと。で、その掃除をすることによって逆にヘッドが詰まったりするので、なのでこれはね修理依頼をかけて正解だったっていうことですね。で、今回の原因を問い詰めたんですが、このようにねヘッドがこうあったとして、このねこちらのインクが吹き出す面のその吹き出す部分の周りに古いインクが残って固まって、ノズル自体はインクの噴射する勢いでちゃんと穴は開いてるんだけれども、その周りにねついたインクでそのインクが周りに飛び散る状態、ホースの前をちょっと指で塞いだみたいな感じだね、ブワッと周りに飛び散るみたい、そんな感じになってましたって言うんだけれども、普通にね使って1ヶ月半でそれが起きるっていうのはちょっと問題ですよね。で、それも聞いたらやっぱり再発の可能性は高いということで、また1ヶ月半ぐらいしてこの線がガタガタになってきたらまた呼んでくださいっていう話なんですよ。なのでね、今回保守契約入っていてよかったなと思ったのは、今ここね石川県の能登半島なんだけれども、修理を頼むと出張費と技術料で毎回5万円かかるんですよ。で、それプラス部品代金ね。で、今回は部品代はいらなかったんだけれども、このヘッドを掃除してもらうだけで毎回5万円かかる。で、その5万円が1ヶ月半2ヶ月に1回だとしたら、年間6回から8回呼ばなきゃいけない。で、8回呼んだとしたら40万円もそのヘッドが詰まったわけじゃないね、ヘッドの周りについた
インクカスによって着弾がブレるっていうことであれば、これはね 100% 保守入っていないとダメな機械ってことね。 F2000 の時はですね、年に2回ほどの修理を頼んでいて10万円から15万円ほど払っていたんだけれども、それだとね保守の20万円ぐらいの金額っていうのは高すぎるので入っていませんでした。ただねこれ、この機械はね保守付きモデルっていうのがあって、保守付きモデルで40万円高で5年間保守かな。そしたらね年間10万円ほどの保守金額になるので、それなら入っておいた方がいいかなっていうことで保守付きモデルを買いました。でその結果ね、この1ヶ月半から2ヶ月おきに掃除を頼まなきゃいけない可能性があるっていう話が出てきて、これはねもう保守入っていてよかったなって感じですね。こちらがですね、この右側、こっちが修理前ですね。でこちらが修理というか掃除後、もう明らかにねくっきりと出るようになりましたね。でこれまあもともとデータがねちょっと荒かったのもあるんで、綺麗なデータだともっとくっきりとなります。でこちらね、これじゃちょっと使えないっていうので少しね大きい文字とかにしていったんだけど、これ大きい文字にしてもなんだかぼやけているの分かりますかね。もうザラザラです。ちょっと近づけないな。うん、この状態でねこれが仕様ですって言われたらね、あー印刷クオリティの低い機械なんだなっていうことになってしまいますよね。そんなわけで、もし順当にこの症状が1ヶ月半ごとに再発するとしたら、明らかに製品不具合ですよね。本当にね、何のトラブルもなく、間違った使い方もせず普通に使っていただけなんです。それで1ヶ月半でこれですから。でもちろん繊細な部分での不具合ですので、個体差があると思います。機械によって当たり外れね。で個体差があったとしても、私がね200万も出して買った本体が外れの本体だったとしたらすごい悲しいですよね。まあそのことをメーカーに伝えたとしても、メーカーからしたら仕様ですっていうことになっちゃうんでしょうが、保守契約に入っていないと年間30万から40万円のクリーニング代金の支払いが生じるっていうのはね、ちょっとね。でしかもそのクリーニングしないとぼやけた印刷しかできなくなってしまうんですよね。でこれはね、明らかにリコールレベルの不具合だと私は個人的には思います。まあ保守契約しているので、少しでもねまたぼやけてインクの着弾がブレてきたらすぐにねメンテナンス頼むようにはしますけれども、まあということでね、最後にもう一回言います。 SCF2250 を導入するなら絶対に保守付きモデルを買うべしということですね。有料の保守契約入っていたら、出張費と技術料の毎回ね来てもらうだけでかかる5万円ぐらい、まあ距離にもよりますけども、近いところでも4万円近くかかるんじゃないかな。でもう少し離れてたら6万円とかいくと思うんですけれども、うちの場合5万円ね。その5万円を、払わずに来てもらえるのでね、そうなったらねやっぱり着弾ブレできたよってすぐ気軽にね連絡できます。もしね保守契約入っていなくて呼ぶだけで5万円ってなったら、多少ねインクがぼやけてきても細かい印刷の注文が来るまではなんとか我慢しようみたいな感じになっちゃいますけれども、多分ねそれで我慢していたらヘッド自体がどんどん傷んでいくんじゃないかなとは思います。